ってまいりました。まずはですね、ストライクの判定が矢沢永吉になっちゃうから言ってみたいと思いますね。シューンバーンストライクさあ、それでは隊長呼んでみたいと思います。隊長おー、ひろみです。イエーイ、よろしくお願いします。髪切った髪切りすぎてちょっと矢沢さんに似てないじゃないかと思ってさあ、今日も女の子呼んでますんで、はい、呼んでみたいと思います。エリナちゃん、はい、ダンサーのエリナです。よろしくお願いします。はい、やってまいりましたね。一人だけね、照明が当たる感じすごい、肌が綺麗に見えちゃう。はい、この3人でね、はい、今日は楽しんでいきたいと思いますんで、はいはい、ちょうどね、晴れましたね。よかったね、うん、僕今日晴れ男なんで、来た時。あ、本当ですか。そうそうそう、やっぱ天候に、ま、恵まれてる。はい、もうね、今日は楽しんでいきたいと思います。はい、もうなんか、大宮の七不思議を行くっていう。そうなんだよね、今日はね、はい、まあほら、こういうご時世だからお店の取材がしづらいからね、基本と皆さん意外に近くに住んでて気づいてないところたくさんあるのよ。へぇー、七不思議ってのは7つなきゃいけないんだけど、はい、今日2つばっかりそったから。本当ですか。2不思議、大宮の不思議って言ったら、泉谷さんのお姉さんがあんなに怖いのに、なぜあんなに人が入るんだろう。やめて、ブレズライダー社長、お友達違いますよね。なんですかね。今度取材、今度お願いしてるからダメだよ。やめてよ。そう、実はね、すぐもう近くなのよ、はい、まずは高島屋さん、あるでしょ、はいはい、あの屋上にさ、神社あるって知ってる。みんな神社、神社か、神社があるの。実はさ、僕も知ってたんだけど、まだちゃんと見たことがないの。はいはいはい、うん、あれと一緒ですかね、六本木のドンキンの屋上にジェットコースターがあったのと一緒ですかね。いや、ちょっと説明しづらいと俺もうよくわかんないから。あれ、騒音がすごすぎて、ちょっと配信になった。そうなの。それと一緒ですかね。ちょっと違うと思うよ。神社があって神社があるの。神社があって、神社とあとね、もうそのまたすぐ近く、向かい側の方に、はい、いわゆる、知らない、僕らは近く歩いてるんだよ、しょっちゅう、はい、これ取材でも地下道があるんだよ。え？で、地下道があって、地下の中にお店があるんだよ。そうなんですか。そうなの。俺が行ったことないんだって。だから、え？こんな近くに何十年も住んでて行ったことないから、へぇ、だから今日はちょっと取材行こうかな。楽しみですね。そうそうそう、はい、それでは、まずはタイトルコールから行ってみたいと思います。はい、大宮探検同好会。横外れの雨、うまくいかない日ってこんなもんだろう。どこかで聞こえる時代遅れの歌も、こんな気分にはやけに溶け込む。ゴゴゴー。着きましたね、高島さん。髪切った髪切ったやったんですか。これ、表じゃなく、今日はね、ちょっと人が多いんで、その裏側、裏側にもさせていただいたんですけどね、ちょっとね、体斜めになりがちですけど、これが斜め、これに合わせたいですよ。はい、ここの屋上に、ここの屋上に、そこには何は、ここはよ、この屋上にジェットコースターが。ジェットコースターそれ六本木の話だ。ここに神社があるってことなんで。そうそうそう、この上には僕もだからちゃんと見たことないんだけど、聞いたことある、神社あるんだよは聞いたことあるんだけど、はい、ちょっと今日は行ってみたい。行きますか。取材ができないってことでして、でもなんとかなるんですよね。なんか写真だけ撮らせてもらって。あ、はい、なんとかで、なんか調べて、なんかジャパン。
クククはい、小銭箱ちょっと神社ダメだったってことでまだでもあるんですよね。あるよ、はい、もうこっから見えてんだけど、はい、地下道地下道地下道、そう、後ろ地下道、どうぞ、こ見えてないじゃん、まさか車が、ま、地下道こうなる、まさか 50m ぐらい隊長、まさか入れないってことないですよね。それはとりあえず行ってみましょうか。はい、はい、1931年ですよ。はい。で向こう側まで。そうちょうど。こっから入って、うん、向こう側のあちらからどこに出る。すごい。でも駅近でね、僕は秋田県出身だけど、はい、そういうところはあるの何個か。でもここ秘密みたいなとこじゃないから。じゃあ行きましょうか。行きますか。行きましょう。あーとかないよ。でもちょっと。怖いですよ。ちょっと勾配がね、あるね。一人じゃ降りづらいですよ。なんかちょっとね。でもお店あるんですよ。何を保険かけてるのか悪い。かける感じで。やばい、すげえ。あるんだけど、まっすぐなのかってみんな階段だと思う。
ってくるわけ。すごいな、なんかここ。なんでもここに届けに来るわけですもんね。だからベルトテナツがあってここも半面桃になってんだよ。人が通るっていうよりだってこれ普段通られたらまずいじゃん。ブローするっていうのない確かにこんな量でタバコ吸うキツネで、あ、こっち物置きゆうこさん、まあ、そっち行けんじゃん、こっち、はい、あれ行けるのこれ、これやってないんですか。ここはビデオ屋さんなんでちょっとオープンが遅くてまだやってない。あ、まだやってない。やってないんだ。じゃあ普段はあの昼前になれば開くと思いますね。がむしゃらにただまっすぐに君に出会い僕は知った人の温かさを自分一人の力で生きるなんてただの強がり君に出会い僕は知った人の優しさを何もない僕だけどまた次の動画も見てね。大宮探検。